ックライン、ここからはゲストの登場です。今夜はフラワーカンパニーズからこちらのお二人にお越しいただきました。お名前お願いします。はい、ボーカルの鈴木圭介です。よろしくお願いします。はい、ベースのグレート前川です。よろしくお願いします。お願いします。番組は去年の3月以来になります。はい、お久しぶりです。お願いします。またお会いできて光栄でございます。いや、こちらが嬉しいですよ。およそ1年半ぶりになりますが、はい、最近番組で皆さんのお話が出たことがありまして、あの忘れらんねえよのボーカル&ギターの柴田さんにお越しいただいた時に、フェスやライブでフラカンさんの名曲、真冬の盆踊りが盛り上がるので、勝手に借り続けているというお話を、そうなんですよね。はい、聞きまして、うん、噂はよく聞いてます。この間、目の当たりにしたしね。はい。あ、そうだ。うん、この間一緒になって、夏に。はい、やってんな、やっぱりって言って、うん、割と上手に使ってんなと思って。そう、うん。いや、もう改めて皆さんの懐の深さを感じたんですけど。いや、ただ一言言っておきますけど、はい、貸した覚えはないんですよ、ね。勝手にね、使ってるだけだから。彼が。貸した覚えはね、うん。貸した覚えないんですね。直接言われたことないですね。あ、そうなんですね。はい、これはちょっと大問題ですね。まあ、大問題にしてもいいんですけどね。まあ、出るとこ出てもいいんですけどね。でもやっぱ優しいから、いやいやいや、そうですね。もうね、嬉しいですよ。うん、嬉しいですね。何でもそれ扱ってくれて。ね、それは。柴田さんも今の言葉で救われたと思います。ええ、まあまあ、直接だったら言ってやりますけど。はい。大変だ。そして最近新しくなったアーティスト写真拝見したんですけど、はい、本社の前にね、立つ4人のお写真なんですが、はい、少し凹んでいる部分があったり、ありますね。これはリアルに使っている移動車ですか？そうですね。もう長く使ってる機材車で。何年くらい乗られてる車なんですか？もう10年近いですね。しかももう何代目かですよね、移動車。8代目なんですよ。うわぁ、やっぱ歴史が。8代目で、これは新車で買ったので一番長いですよね。ライブの移動もたくさんあると思うんですけど、移動中って何をしてることが多いですか？まあ、それぞれだけど、鈴木くんは何やってんの？僕は音楽を聴いたり、はい、寝たり、はい、音楽を聴いたり、はい、って感じですかね。本は読まないの？本はね、本も読むんですけど、はい、昼間しか本は読めない。そうですよね。夜になると。車内灯を僕らの機材車はつけないっていう基本的に。はい、目が疲れてしまうので、うんうん、だからそれぞれ見るときは懐中電灯みたいな。はい、鈴木とかその額にさ、懐中電灯みたいなのつけて。やってたやってた。一時やってたじゃん。うん、本当ですか？本当に。やってた。やってて。すごいなこれと思って、そんなに本読みたいんだと思って。そう。僕はだいたい助手席が運転してるから、はい、鈴木がか、まあ後ろのメンバーが何やってるか全然わからんですね。そうですよね、前にいると。振り向いても鈴木は1個、2個後ろだから、鈴木の輪も見えないんですよね。たまにいるかいないかわからん時あるから、サービスエリアでみんなトイレ休憩とか終わった後、あれ鈴木いねえかなと思ったら、なかなかね、発車しない時があるんですよ。はい、周り待ちかなって思ったら俺待ってたんですよ。いや、いるよって言って。そう、煽ったんだっていうことあるんだよな。なんかみんな無言で止まってるけど、どうして、何やってんのかなって言ったら、あ、いますって言って。もう鈴木くんはね、すぐオーラ消しちゃうから、はい、そうなんですよ。歌、まあ、ステージ上ではオーラ、まあ、ありますよ、ちゃんと。めちゃくちゃ。ステージ降りた時の急にね、そのスイッチの切り方が上手なんだよね。街の溶け込み方半端ないよね。半端ないから、鈴木くんは。学びたいです、本当に。もう、本当にね。何なんだろうね、これ。才能ない人ですよね、これ。そうね。うん、本人別に意識してないけどね。残念ながら無意識、ね。無意識なんだよね。はい。ライブといえば、先日、グレートさんが組んでいるバンド、はい、うん、オーバーオールズのね、初ライブがありましたよね。それを言ってくれるっていうのはまたすごいですね。三宅さんお喜びしてくれると思うんですけど。はい、今、三宅慎二さん、はい、石塚さんと、ドラマのケニー・モズレーさんとも、ね、そうですね。みんな裸にオーバーオールでステージにやって。ひどいね。そう、三宅さんが裸にオーバーオールでちょっといいのかなと思って。本当だよ。で、大丈夫ですかって言ったの、俺。俺がやろうって言ったわけじゃないんだよ。もちろん裸じゃなくても、言ったんだけど、いや、裸の方がいいでしょって言って。曲ってなんか別にオーバーオールにまつわる曲っていうわけでもなく、いや、石塚さんがそういう曲をオーバーオールで、オーバーオールを着てきた人はっていう名曲を作ってきて、すごく、なんか大喜利みたいな。オーバーオールで一曲みたいな。一曲みたいな。そう、そういうの感じで作ってきていただいて、レコーディングまでしちゃいましたからね。あ、そうですね。一回のリハでレコーディングして、
まあ、どうするかわからないですけど、三宅さんが何を考えているのかは、そう、楽しかったですね。初ライブもすごい手応えがあり。そうですね、リハないところで、フラワーカンパニーズのカバーも一曲やらせていただいて。いや、でもあれだよ、石塚さんとかも、初対面だったんだけど、その時、歌詞すごいっすね。聞いてたよ。分かってくれた？ボーカルの人は、が、方が、あの、ハープも吹いてるんですかとかって、そうなんですよ。すごいっすね、って言って。鈴木の噂が最近割と俺の周りで。はい。評価上がってきた？あ、ここへ来てよ。ここへ、もうここで、まあ、もともとね、鈴木の評価あれだけど、石塚さんとか三宅さんと飲んどるときにそういうこと言ってくれてる。あ、じゃあ行っときますよ、って言って。本当？うん。これ波来てますね。波来てるの？本当です。本当？うん。行くべきかな、今俺。なんか新しいこと始めるべきだよ。おー、なんか新しい事業かな。事業じゃねえけどね。ほんと、立ち上げようかな、何か。鈴木君は、やっぱすごいねっていうことをね、言われることが最近ほんと多くなって、まあ本人にも言ったり言わなかったりなんだけど。はいはい。嬉しいですね。嬉しいですね。その周りからね、言われると、ね。嬉しいね、その。素敵です。ありがとうございます。今夜リリースされたばかりのニューアルバムロールオン48を持ってきていただきました。まずは一曲お聴きいただきましょう。曲紹介お願いします。はい、フラワーカンパニーズで人生ロールオン。ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストフラワーカンパニーズのニューアルバムロールオン48から人生ロールオンでした。なんかどんな自分も迷いも弱さも鮮やかに肯定してくれる曲でめちゃくちゃ染みますね。本当ですか。勇気もらいました。ありがとうございます。評価高いね鈴木くん。やるかな。一発な。しまうかな。でかいことは無理だな。鈴木の口から似合わんね一発でかいことやろうと。自主的に新しいことやったことないもん。あの番組で言いますけど、はい、なぜ僕がバンドでいるかというと、はい、まあ、他のメンバーが、まあ、ももにリーダーが、全部予定を入れてくれるからなんですよね。僕自分から予定入れたことないので、はい、それもだから。歯医者さんぐらいだな。歯医者さん。はい、そうだ、病院の予約。そういう自分でやるしかないですもんね。そうですね、それぐらいなんでね。でも確かに波は来てますからね。来てますね。これは、ちょっと。一発大きいこと。一発大きいこと、やりたいことを、見つけようか。見つけようか。自分探し始めようかな。始めて。今夜、フラワーカンパニーズのボーカル、鈴木圭介さん、ベース、グレート前川さんにお越しいただいております。改めてよろしくお願いします。今お聞きいただきました。アルバムでは2曲目に収録されております。人生ロールオン。転がってなくちゃつまんねえと歌っているのは、まさにバンドのリアルですよね。そうですね。はい。なんか今の時代って転んだりこう失敗しにくいなんか状況も多いような気がするんですけど、いかがですかね。あれかもしれないですね。すぐなんかこう足の引っ張り合いみたいなね、そんな感じが一回なんか失言とか失敗しちゃうと、みんなで叩いちゃうみたいな感じがあるかもしれないですね。なかなかだから失敗しづらいとは思うんですけども、まあ、これぐらいの年になってくると、はい、後悔もね、いいもんだよと。無理やりこう、こじつけなくちゃやってられないっていうところもあるんでね。そうだね。無理やりかもしれないけど、そうだね。まだ若い時は、後悔のない、悔いのない人生を、みたいな、はい、ね、言うじゃないですか。はい、でも、僕らもこれぐらいの年になってくると、そんなことはありえないんだっていう、じゃないのっていうふうに、なってくると、はい、後悔の積み重ねがあった方がより良い優しい人になれるんじゃないかなっていう。先生みたいだね。いやー、めちゃくちゃ何町先生みたいなね。どこかの先生みたいな。本当に、ダイレクトに影響を受けてます。はい、いやいや、本当いつもこう人生の勉強になる言葉をいただきます。本当ですか。本当ですか。本当指標となるような。本当ですか。すごいな、鈴木くんのこの評価、うなぎ登り。やばいな、俺本当に今。見失いそうだな。見失わないでください。この年にして自分を。見失っちゃう。フルアルバムとしては、およそ2年7ヶ月ぶりのリリースとなりますよね。はい、自主レーブルからのリリースで、前のアルバムでは共同プロデュースの曲もありましたが、今回は割と4人で作ったという感じでしょうか。はい。そうだね。完全に、ディレクター不在で、プロデュースで、っていうよりも、ディレクター不在で、レコーディングしてみたいなと思って、なんとなくこのタイミングで、
うん、そうした時に鈴木がどういう歌詞を書いてくれるかなっていうのも期待もすごくあって、うん、まあ、やっぱりどんどん新しいものを取り入れたりしながらやっていくのが、はい、すごくいいことだと思うんですけど、そうやってやってきたんだけど、ちょっとそこにもなんか行き詰まったところっていうか、うん、それじゃなく生身のも本当に今の鈴木圭介、別に背伸びもしない、うん、なんか歌詞が出てくると面白いなと思ってて、うん、それでとにかく、まあ、4人だけでやってみようって言って、うん、作ったアルバムなんで、うん、やっぱりそうしたらこういいところが出てきたよね、やっぱり、うんうん、アルバムタイトルロールオン48の数字はメンバー全員が今年48歳だからですか。そうなんですよ、今年48になるということで。ちなみに皆さん、取り年で、年男と、はい、私も取り年で、年女なんですよ。そうなんだよね。そうだ、なるほど。そうだ。すごい、ちょうど、ハーフってことだね。あ、ちょうどハーフですね。どういうこと？半分だよ、俺たちは。ああ、そういう意味、ね。そういうことだね。どういう意味だと思うんだ、お前。いや、どういうことだろう、これ。あ、うん、半分ね、そうか、ハーフと半分って意味か。ハーフは、あんだけお前評価高いんだから、今のでだいぶ評価下がるよ。そうね。そうそうそう、うん。急に言われちゃうとさ。うん。うん、そうか、取り年なんだね。はい。なんか、勝手に嬉しいです。同じ取り年なのが。僕らも嬉しいです。嬉しい。うん、年齢の話で言うと、はい、5曲目にノーヤングという曲があります、はいはい。昨日よりも若くと歌っていた、ホップ、ステップ、ヤングの頃に比べると、はい、うん、やはり若さに対する捉え方も変わりましたよね。そうですね。若さ、年齢に、やっぱり、僕は過剰に反応するかもしれないですね。元からそれだもんね。うん。うん、学年とか。ああ。うん。ちっちゃい頃の1歳、2歳の違いは大きいじゃないですか。はい。でももう、年取ってくると、そんなに関係なくなりますよね。そうですね。年齢差って、うん。そこに必要にこだわり続けるというか。こだわってるんです。気になっちゃうというか。うん、まず年齢を、初対面の人にまず年齢を聞かないと、はい、自分のその立ち位置をどうするかっていうのも年齢から行くんですよね。結構なんか上下関係厳しいところにいたんだ。いや、全然、そうではないです。そうではないですけど、そうではない。単純にその話の持ってき方として、全然自分がしてる話が響かない世代だったらどうしようみたいなのがあったりするじゃないですか。ジェネレーションギャップとかもありますもんね。んジェネレーションギャップとかもありますもんね。そうそうそう。なんで一回で今の聞こえてないわけじゃないんだから。今ね、ちょっと時空が歪みましたよね。ね、横文字に弱いんだよね、今分かったけど。ね、英語急に来ると一回考えちゃうんだよね。そう。変換するのちょっと時間かかる。前もって今から英語出しますっていう顔をしてくると。そうですね。じゃあ今度からはちょっと言いますよ、ね。いけますっていうのを。そうですね。はい。そうなんですよね。うん。でも、言ってみたら、世の中の歌って言われてるもので全部やっぱり時間ですよね。そのせなんかだってラブソングもやっぱり時間と絶対関係してるじゃないですか、恋愛って。確かに、うん、うん。やっぱりね、時間を歌ってるんですよ、みんな。根本的なこと言うと、大きいこと言うと、時間そこからは逃れられない、死っていうものは。まああれだよね、季節も時間だからね。そういうことだよね。世の中のことすべて、朝、夜、死の歌もそうだ。時間だね、生とか死とかも全部時間じゃないですか。時間だ。大きく捉えると、そこを細かく僕は考えている。一個下とか二個下とかそういう細かいことにこだわっているだけの話で。うん。他の曲についてもお伺いしたいんですけれども、はい、7曲目のハッピーは、はい、寂しさって幸せのルーツという言葉がね、また名言で染みたんですけれども。はいはいはい、幸せを知っているから寂しくなったりもしますし、はい、その逆もやっぱりありますよね。そうですよね。なんかこう自分がある程度満たされている時って、はい、すごい楽しい夜とかみんなでこう、うん、わーちょっと怖くなったりしません？ちょっとわかる気がします。この瞬間はずっと続かないんだっていう、うん、うん、これでもみんなあと2時間ぐらいしたら帰るんだよなとか、本当その後のことを考えちゃう、ど真ん中にいるときに、はいはい、その幸せど真ん中を素直に楽しめないタイプっていうか、うん、幸せの時にでもそう感じるっていうことは、うんうん、悪い時にはどっちに考えるの？悪い時はより悪く。あやー、うん、救われないですね、ちょっと。闇が深いかもしれない。闇が、鈴木の闇。闇じゃないんですよ、ね。闇じゃないんじゃないかな、そう。意外にだから、あれですよ、こう、そう思われがちですけど、うん、浅はかな人間ですよ。ね、すごくペラペラっていうか、
うん、ペラペラだからこそそういう想定しちゃうんじゃないですか。本当の闇を知ってる人間はそんな想像しないと思いますよ。もう達観しちゃうってことね。達観しちゃう。そんな。うん。うん。そんな感じがしますよ。うん。うん、4曲目の手のひらや6曲目の花のようでしたのような不器用なラブソングもグッときたんですけど、はい、男性から見て弱っている時にふと思い出してしまうような女性ってどんな人ですか、ね、いい人だね。弱ってる時か。割と多いでしょ弱ってる時。そんなことないか。まあ、ほぼ弱ってる。ほぼ弱ってます、僕は。調子いい時は少ないですよね。思い出すというか、はい、そんなに忘れてないですよね。あ、かっこいい。その別に、未練があるとかそういうことじゃないんですよ。うん、僕そう思われがちなんですよ。なんか歌詞の感じから、そういうずっと未練をずっと残して生きてる人なんだろうなと思われがちなんですよ。意外に僕ね、そう思われがちなの。意外に僕そこは、あっさり次に行くし、物に対する思い入れとか、まあまあ、俺全然ないですよ。もう断捨離ガンガンですよ。もう捨てちゃいけないものまで全部捨てちゃう。もう昔のアルバムとかもびっくりしたら捨ててましたもん。ないなと思って、なんでないんだろうと思ったら捨てちゃったんですよね、多分。ないってことはな。引っ越し入ってあるじゃないですか。はいはいはい、引っ越しの時って気持ち入るんですよ。なんかね、全部捨てたくなっちゃいますもんね。断捨離みたいなガーってなって、うんうん。過去に対する思い入れが、どっちかって言ったら僕よりリーダーの方が、まあね、ある強いと思う。そうだね。うん、そうだね。うん、でもまあ、その鈴木の言ってたっていうか、よく男のありがちなさ、うん、好きだった女の子とか付き合ってた女の子の、は、絶対忘れんんだよね、男の人は。忘れんがち。忘れない。で、やっぱり、そういう歴代の、はい、歴代の。みんな人数言えると思いますよ。両思いになった人の。うん、歴代の、はい、このところはやっぱり、ことあるごとに思い出したりすることは確かだと思うんだね。うん、なんか男性はフォルダで分けるって言いますもんね。女性は上書きで。そうそう。でもそれは間違いないと思う。やっぱ女の人はね、そういうこと、何にも思ってないんだよ、だから。多分、こっちが昔の彼女とか、多分、あ、元気でやってるかなとか、うん、俺のことどう思ってるのかなって思っても何にも思ってないでしょ、向こうは。聞くようでも。寂しいね。寂しいね。だから、本当って寂しいなと思って。だって、こっちはこんだけ思い出してるのに、あっちは全然俺のこと思い出してないのと思うと、そりゃ不公平だろうと思いますよ。はい。でも、ただ、もう、鈴木さんには本当に幸せになっていただきたいなっていう思いでも、いいね。お話聞いてても。俺も鈴木さんにお世話になってるから、幸せになってほしい。お世話になってますね。鈴木さんの幸せをもう、ただひたすら祈ろうと思う。本当ですか。でも、幸せでないことはないですよ、僕。はい。いつも幸せ。まあ、そうだな。不幸っては言ってないやろ、うん、そうなんですよ。自分のこと。俺は不幸だって言ってもいないもんな。言ってもいない。そんなこと一回も言ったことないもん。でもよくそうやって言われるんですよ。ね、言われがちだよな。鈴木さんには幸せになってほしいって言われる。よく聞く、その言葉よく聞くもん、俺。あとなんかその、僕が、不幸せの時の方がいい歌ができるとか、そう、それもだから幸せになっちゃいけないよとか、それもよく言われる。いやいや、それは、それは人間人としておかしいじゃないですか。それ生まれてきちゃいそう、みんな幸せになりたいと願ってね、生きてるのに。あえてそんなね、不幸せの道は選びませんし。その二つの言葉よく聞くね。ね、聞くよく聞く、うん。そうするとなんか不幸キャラみたいなのが染み付いちゃって、そういう思われがちなんですよ、うん。それなりに幸せなんですよ、僕はずっと。うん、全然違う。そこは ね、うん、違う。なんかもう、なんか生きやすいね、こう世界になったらいいなって。そう、生きやすい。そうですね。思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、優しいの言葉。それでは、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からもう一曲お届けしたいと思います。はい、では、曲紹介お願いします。はい。フラワーカンパニーズで、ピースフル。ミュージックラインお送りした曲は、今夜のゲスト、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48から、ピースフルでした。もう、現代に生きる私たちには、ぐさぐさ刺さりますし、美しくエモーショナルに開けていく展開に、心が震えました。こちらもいい曲ですね。ありがとうございます。やっぱりもう、名曲しかないですね、アルバムも。本当に。本当ですか？はい。舞い上がっちゃって大丈夫？いやいや、本当に深みがやっぱり全然違うなと思って、本当ですか？心して聴きました。うん、今聴いてもらったね、ピースフルのサビの部分っていうか、バンって演奏がブレイクして、はいはい、閉じれば閉じるほどっていうのはなかなか、なんか、すごいこと言うなと思って、はい、曲作ってきた時にね、面白いなと思って。この展開なかなかないですよね、歌詞の展開も。
そろそろお時間となってしまったんですけど、はいはい、ここで今後の予定をお知らせいたします。はいはい、フラワーカンパニーズアコースティックワンマンツアー、フォークの爆発2017、座って演奏するスタイルです。あ、すごい親切ですね。9月9日土曜日、福岡住吉神社能楽殿から、10月6日金曜日、東京キネマクラブまで、そしてフラワーカンパニーズプレゼンツドラゴンデラックス2017、10月14日土曜日、名古屋ダイヤモンドホール。さらに、フラワーカンパニーズワンマンツアーロールオン48。10月21日土曜日、石川県金沢アズから、来年3月10日土曜日、東京赤坂プリッツまでとなっております。その他の情報など、詳しくはオフィシャルのホームページをご覧ください。うん、それでは最後に、お聞きの方にメッセージを一人ずついただいてもよろしいでしょうか。はい、ね、やっぱアルバムを、ロールオン48聞いてください。でライブにまあぜひ一度来てください。ありがとうございます。はい、まあずっと散々この放送でも言ってるんですけど、うん、最近の鈴木の評価がちょっといろんなところでいい感じなので、はい、鈴木がこの話を聞いてどう変わるかっていうのも僕自身も楽しみなんで、それをまあ変わるって変わらなくてもいいんだけど、うん、その鈴木の姿をちょっと見てもらいたいんで、ぜひ、まあ、ツアーだね、ね、ライブに来てください。ありがとうございます。今夜のゲストは、フラワーカンパニーズのボーカル、鈴木圭介さん、ベース、グレート前川さんにお越しいただきました。とっても楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。不幸キャラみたいなのが染みついちゃって、そう、そういう思われがちなんですよ。それなりに幸せなんですよ、僕はずっと。全然違う。うん、そこは、ね、ですね。違う。なんかもう、なんか生きやすいね、こう世界になったらいいなって。そう、生きやすい。はい。生きやすい。思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、優しいの言葉が。それでは、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からもう一曲お届けしたいと思います。はい、では、曲紹介お願いします。はい。フラワーカンパニーズで、ピースフル。ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からピースフルでした。もう現代に生きる私たちにはぐさぐさ刺さりますし、美しくエモーショナルに開けていく展開に心が震えました。こちらもいい曲ですね。ありがとうございます。なんかやっぱりもう名曲しかないですね、アルバムも本当に。本当ですか？はい。舞い上がっちゃって大丈夫？いやいや、本当に深みがやっぱり全然違うなと思って、本当ですか？心して聞きました。うん、今聞いてもらったね、ピースフルのサビの部分っていうか、バンって演奏がブレイクして、はい、閉じれば閉じるほどっていうのは、なかなか、なんかすごいこと言うなと思って、はい、あの曲作ってきた時にね、面白いなと思って。あの展開なかなかないですよね、歌詞の展開も。そろそろお時間となってしまったんですけど、はいはい、ここで今後の予定をお知らせいたします、はいはい、フラワーカンパニーズアコースティックワンマンツアー、フォークの爆発2017、座って演奏するスタイルです。あ、すごい親切ですね。9月9日土曜日、福岡住吉神社能楽殿から、10月6日金曜日、東京キネマクラブまで、そしてフラワーカンパニーズプレゼンツドラゴンデラックス2017、10月14日土曜日、名古屋ダイヤモンドホール。さらに、フラワーカンパニーズワンマンツアーロールオン48。10月21日土曜日、石川県金沢アズから、来年3月10日土曜日、東京赤坂プリッツまでとなっております。その他の情報など、詳しくはオフィシャルのホームページをご覧ください。それでは最後に、お聞きの方にメッセージを一人ずついただいてもよろしいでしょうか。はい、ね、やっぱアルバムを、ロールオン48聞いてください。でライブにまあぜひ一度来てください。ありがとうございます。まあずっと散々この放送でも言ってるんですけど、うん、最近の鈴木の評価がちょっといろんなところでいい感じなので、はい、鈴木がこの話を聞いてどう変わるかっていうのも僕自身も楽しみなんで、それをまあ変わるって変わらなくてもいいんだけど、うん、その鈴木の姿をちょっと見てもらいたいんで、ぜひ、まあ、ツアーだね、ね、ライブに来てください。ありがとうございます。マンネーと歌っているのは、まさにバンドのリアルですよね。そうですね。はい。なんか、今の時代って、転んだり、こう、失敗しにくいっ
なんか状況も多いような気がするんですけど、いかがですかね。あれかもしれないですね。すぐなんかこう、足の引っ張り合いみたいなね。そんな感じが、一回なんか失言とか、失敗しちゃうと、みんなで叩いちゃうみたいな感じがあるかもしれないですね。なかなかだから、失敗しづらいとは思うんですけども、まあこれぐらいの年になってくると、後悔もね、いいもんだよと。無理やりこう、こじつけなくちゃやってられないっていうところもあるんでね。そうね、無理やりかもしれないけど、そうね。まだ若い時は、後悔のない、悔いのない人生を、みたいな、ね、言うじゃないですか。でも、僕らもこれぐらいの年になってくると、そんなことありえないんだっていう、じゃないのっていうふうになってくると、後悔の積み重ねがあった方が、より良い、優しい人になれるんじゃないかなっていう。先生みたいだね。いやー、めちゃくちゃ。ザリマチ先生みたいな、ね。先生みたいな。本当に、ダイレクトに影響を受けてます。はい。いやいや、本当いつも、なんか、人生の勉強になる言葉をいただきます。本当ですか？本当ですか？はい。本当指標となるような。本当ですか？すごいな、鈴木くんのこの評価、うなぎ登り。やばいな、俺本当に今。見失いそうだな。見失わないでください。この年にして自分を。見失っちゃう。フルアルバムとしてはおよそ2年7ヶ月ぶりのリリースとなりますよね、はいはい、自主レーブルからのリリースで前のアルバムでは共同プロデュースの曲もありましたが、はい、今回は割と4人で作ったという感じでしょうか。はい、そうだ ね完全にディレクター不在でプロデュースで、っていうよりもディレクター不在でレコーディングしてみたいなと思って、なんとなくこのタイミングで、そうした時に鈴木がどういう歌詞を書いてくれるかなっていうのも期待もすごくあって、まあ、やっぱりどんどん新しいものを取り入れたりしながらやっていくのが、すごくいいことだと思うんですけど、そうやってやってきたんだけど、ちょっとそこにも、なんか、行き詰まったところっていうか、それじゃなく、生身のも本当に今の鈴木圭介、別に背伸びもしない、なんか歌詞が出てくると面白いなと思ってて、それで、とにかく、まあ、4人だけでやってみようって言って、作ったアルバムなんで、やっぱりそうしたら、こういうところが出てきたよね、やっぱり。アルバムタイトル、ロールオン48の数字は、メンバー全員が今年48歳だからですね。そうなんですよ。今年48になるということで。ちなみに皆さん、鳥年で、年男と、はい、私も鳥年で、年女なんですよ。そうなんだよね。そんなになったらいいなって。そう、行きやすかったですね。思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、優しいお言葉が。それでは、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からもう一曲お届けしたいと思います。はい、では、曲紹介お願いします。はい。フラワーカンパニーズで、ピースフル。ミュージックラインお送りした曲は、今夜のゲスト、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48から、ピースフルでした。もう、現代に生きる私たちには、ぐさぐさ刺さりますし、美しくエモーショナルに開けていく展開に心が震えました。こちらもいい曲ですね。ありがとうございます。やっぱりもう名曲しかないですね、アルバムも。本当に本当ですか。はい。舞い上がっちゃって大丈夫。いやいや、本当に深みがやっぱり全然違うなと思って。本当ですか。心して聞きました。今聞いてもらったね、ピースフルのサビの部分っていうか、バンって演奏がブレイクして、はい、閉じれば閉じるほどっていうのは、なかなか、なんか、すごいこと言うなと思って、はい、曲作ってきた時にね、面白いなと思って。この展開なかなかないですよね、歌詞の展開も。そろそろお時間となってしまったんですけど、はいはい、ここで今後の予定をお知らせいたします。はいはい、フラワーカンパニーズアコースティックワンマンツアー、フォークの爆発2017、座って演奏するスタイルです。あ、すごい親切ですね。9月9日土曜日、福岡住吉神社能楽殿から10月6日金曜日、東京キネマクラブまで。そしてフラワーカンパニーズプレゼンツドラゴンデラックス2017、10月14日土曜日、名古屋ダイヤモンドホール。さらにフラワーカンパニーズワンマンツアーロールオン48、10月21日土曜日、石川県金沢アズから来年3月10日土曜日、東京赤坂プリッツまでとなっております。その他の情報など詳しくはオフィシャルのホームページをご覧ください。
それでは最後にお聞きの方にメッセージをお一人ずついただいてもよろしいでしょうか。はい、ね、やっぱアルバムを、ロールオン48、聴いてください。で、ライブに、まあ、ぜひ一度、来てください。ありがとうございます。はい、まあ、ずっと散々、この放送でも言ってるんですけど、うん、最近の鈴木の評価が、ちょっと、いろんなところで、いい感じなので、はい、鈴木がこの話を聞いて、どう変わるかっていうのも、僕自身も楽しみなんで、それを、まあ、変わるって変わらなくてもいいんだけど、うん、その鈴木の姿を、ちょっと、見てもらいたいんで、ぜひ、まあ、ツアーだね、ね、ライブに来てください。ありがとうございます。今夜のゲストは、フラワーカンパニーズのボーカル、鈴木圭介さん、ベース、グレート前川さんにお越しいただきました。とっても楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、ちょうど、ハーフってことだね。あ、ちょうどハーフですね。どういうこと？半分だよ、俺たちも。ああ、そういう意味、ね。そういうことだ。はい、どういう意味だと思うんだ、これ。いや、どういうことだろう、これ。あ、半分ね、そうか、ハーフと半分って意味か。あんだけ評価高いんだから、今までだいぶ評価下がるよ。そうね。そう、急に言われちゃうとさ。そうか、取り出しなんだね。はい、なんか勝手に嬉しいです。嬉しい、嬉しい。僕らも嬉しいです。嬉しい。年齢の話で言うと、はい、5曲目にノーヤングという曲があります、はい。昨日よりも若くと歌っていた、ホップ、ステップ、ヤングの頃に比べると、はい、やはり若さに対する捉え方も変わりましたよね。そうですね。若さ、年齢に、やっぱり、僕は過剰に反応するかもしれないですね。元からそれだもんね。学年とか。ちっちゃい頃の1歳、2歳の違いは大きいじゃないですか。はい。でももう、年取ってくると、そんなに関係なくなりますよね。そうですね。年齢差って。そこに必要にこだわり続けるというか。こだわってるね。気になっちゃうというか。まず年齢を、初対面の人にまず年齢を聞かないと、自分のその、立ち位置をどうするかっていうのを年齢から行くんですよね。結構なんか上下関係厳しいところにいたんだ。いや、全然、そうではないです。とかなんかそうではないですけど、そうではない。単純にその、話の持ってき方として、全然自分がしてる話が、響かない世代だったらどうしようみたいなのがあったりするじゃないですか。ジェネレーションギャップとかもありますもんね。ん？ジェネレーションギャップとかもありますもんね。そうなんですよ。なんで一回で今の聞こえてないわけじゃないんだから。ね、ちょっと時空が歪みましたよね。横文字に弱いんだよね、今分かったけど。ね、英語急に来ると一回考えちゃうんだよね。変換するのちょっと時間かかるので、前もって今から英語出しますっていう感じですけど。そうですね。じゃあ今度からはちょっと言いますよ。ね、行けますっていうのを。そうですね。はい。そうなんですよね。でも、言ってみたら、世の中の歌って言われてるもので、全部やっぱり時間ですよね。だって、ラブソングもやっぱり時間と絶対関係してるじゃないですか、恋愛って。確かに。やっぱりね、時間を歌ってるんですよ、みんな。根本的なこと言うと、大きいこと言うと。そこからは逃れられない。詩っていうものは。まあ、あれだよね、季節も時間だからね。そういうことだよね。世の中のことすべて。朝、夜、死の歌もそうだ。生、ね、とか死とかも全部時間じゃないですか。時間だ。大きく捉えると。そこを細かく僕は考えている。一個下とか二個下とか、そういう細かいことにこだわっているだけの話で。他の曲についてもお伺いしたいんですけれども、はい、7曲目のハッピーは、はい、寂しさって幸せのルーツという言葉がね、また名言で染みて、未練があるとかそういうことじゃないんですよ。僕そう思われがちなんですよ。なんか歌詞の感じから、そういうずっと未練をずっと残して生きてる人なんだろうなと思われがちなんですよ。意外に僕ね、そう思われがちなの。意外に僕そこは、あっさり次に行くし、物に対する思い入れとか、まあ、俺全然なんですよ。もう断捨離ガンガンですよ。もう捨てちゃいけないものまで全部捨てちゃう。昔のアルバムとかもびっくりしたら捨ててましたもん。ないなと思って、なんでないんだろうと思ったら捨てちゃったんですよね、多分。ないってことはな。引っ越し入ってあるじゃないですか。はいはいはい、引っ越しの時って気持ち入るんだよね。なんかね、全部捨てたくなっちゃいますもんね。断捨離みたいなガーってなって、過去に対する思い入れが、どっちかって言ったら僕よりリーダーの方が、まあね、ある強いと思う。そうだね。そうだね。うん、でもまあ、その鈴木の言ってたっていうか、よく男のありがちなさ、好きだった女の子とか付き合ってた女の子の、は、絶対忘れんだよね、男の人は。忘れがち。忘れない。で、やっぱり、
そういう歴代の、そう、はい、歴代の、みんな人数言えると思いますよ。あの、両思いになった人の。歴代の、はい、このところはやっぱり、ことあるごとに思い出したりすることは確かだと思うんだね。うん、なんか男性はフォルダで分けるって言いますもんね。女性は上書きで。そうそう。なるほど。でもそれは間違いないと思う。やっぱ女の人はね、そういうこと、何にも思ってないんだよ。だから、多分こっちが昔の彼女とか、多分、元気でやってるかなとか、俺のことどう思ってるのかなって思っても何にも思ってないんだよ、向こうは。聞くようでも。寂しいね。寂しいんだから、本当って寂しいなと思って。だってこっちはこんだけ思い出してるのに、あっちは全然俺のこと思い出してないのと思うと、そりゃ不公平だろうと思いますよ。でもただもう鈴木さんには本当に幸せになっていただきたいなっていう思いでもいい、ね、お話聞いてても、俺も鈴木さんのお世話、お世話になっていただきたい、お世話になってますね。鈴木さんの幸せをもうただひたすら祈ろうと思う。本当ですか。でも幸せでないことはないですよ、僕。うーん、はい、いつも幸せ、まあそうだな、不幸っては言ってないやろ、うん、そうなんですよ、自分のこと。俺は不幸だって言ってもいないもんな。言ってもそんなこと言ってんなこと一回も言ったことないもん。でもよくそうやって言われるんですよ。そうだね。言われがちだよな。鈴木さんには幸せになってほしいって言われる。よく聞く。その耳、その言葉よく聞くもん、俺。あとなんかその、僕が、あの、不幸せの時の方がいい歌ができるとか。そう、それもだから幸せになっちゃいけないよとか。それもよく言われる。いやいや、それは、それは人間人としておかしいじゃないですか。それ生まれてきちゃいじゃん。みんな幸せになりたいと願ってね、生きてるのに。あえてそんなね、不幸せの道は選びませんし。そんな二つの言葉よく聞くね。ね、聞くよ、よく聞く、うん。そうするとなんか、不幸キャラみたいなのが染みついちゃって、そう、そういう思われがちなんですよ。うん、それなりに幸せなんですよ、僕はずっと。うん、全然違う。うん、そこはですね、ね、違う。なんかもう、なんか生きやすいね、こう世界になったらいいなって。そう、生きやすい。そうですね。はい、ちょっと困りますもんね。そうそうそう。なんで一回で今の聞こえてないわけじゃないんだから。ね、ちょっと時空が歪みましたよね。あのね、横文字に弱いんだよね、今分かったけど。ね、英語切り来ると一回考えちゃうんだよね。変換するのちょっと時間かかるので、前もって今から英語出しますっていう感じですけど。そうですね。じゃあ今度からはちょっと言いますよ、ね。行けますっていうのを。そうですね。はい。そうなんですよね。うん。でも、言ってみたら、世の中の歌って言われてるもので、全部やっぱり時間ですよね。そのせ、なんか、だって、ラブソングもやっぱり時間と絶対関係してるじゃないですか、恋愛って。確かに。うん。うん、やっぱりね、時間を歌ってるんですよ、みんな。うん、根本的なこと言うと、大きいこと言うと。時間そこからは逃れられない。死っていうものは。まあ、あれだよね、季節も時間だからね。そうそうそう、そういうことだね。世の中のことは全て。朝、夜、死の歌もそうだ。時間だね、生とか死とかも全部時間じゃないですか。時間だ。うん、大きく捉えると そこを細かく僕は考えている、1個下とか2個下とかそういう細かいことにこだわっているだけの話で、うん、他の曲についてもお伺いしたいんですけれども、はい、7曲目のハッピーは、はい、寂しさって幸せのルーツという言葉がねまた名言で染みて、はいはいはい、未練があるとかそういうことじゃないんですよ、うん、あの僕そう思われがちなんですよ、うん、なんか歌詞の感じから、そういう、ずっと未練をずっと残して生きてる人なんだろうなと思われがちなんですよ。意外に僕ね、そう思われがちなの。意外に僕そこは、あっさり次に行くし、物に対する思い入れとか、まあまあない、俺全然ないですよ。もう断捨離ガンガンですよ。もう捨てちゃいけないものまで全部捨てちゃう。昔のアルバムとかもびっくりしたら捨ててましたもん。ないなと思って、なんでないんだろうと思ったら捨てちゃったんですよね、多分。あの日。ないってことはな。引っ越し入ってあるじゃないですか。はいはいはい、引っ越しの時って気持ち入んないんですよ。なんかね、全部捨てたくなっちゃいますもんね。断捨離みたいなガーってなって、うんうん。あの、過去に対する思い入れが、どっちかって言ったら僕よりリーダーの方が、まあね、ある強いと思う。うん、そうだね、うん。そうだね。うん、でもまあ、その鈴木の言ってたっていうか、よく男のありがちなさ、うん、好きだった女の子とか付き合ってた女の子の、は絶対忘れんだよね、男の人は、うん、忘れがち、忘れない、うん、でやっぱりそういう歴代の、そう、はい、歴代のみんな人数言えると思いますよ、あの両思いになった人の、うん、歴代の、はい、このところはやっぱりことあるごとに思い出したりすることは確かだと思うんだね、うん、なんか男性はフォルダで分けるって言いますもんね、女性は上書きで、そうそう、なるほど、でもそれは間違いないと思う、やっぱ女の人はね、そういうこと何にも思ってないんだよ、だから多分こっちが昔の彼女とか多分元気でやってるかなとか、うん、俺のことどう思ってるのかなって思っても何にも思ってないんだよ、向こうは。聞くようでも。寂しいね。寂しいんだから、本当って寂しいなと思って。だってこっちはこんだけ思い出してるのに、あっちは全然俺のこと思い出してないのと思うと、そりゃ不公平だろうと思いますよ。はい。
でもただもう鈴木さんには本当に幸せになっていただきたい。すごいなこれと思って、そんなに本読みたいんだと思って。そう。僕はだいたい助手席が運転してるから、はい、鈴木がか、まあ後ろのメンバーが何やってるか全然わからんですね。そうですよね、うん、前にいると。振り向いても鈴木は1個2個後ろだから、鈴木の輪も見えないんですよね。たまにいるかいないかわからん時あるから、サービスエリアでみんなトイレ休憩とか終わった後、あれ鈴木いねえかなと思ったら、なかなかね、発車しない時があるんですよ。はい、周り待ちかなってことは俺待ってたんですよ。いや、いるよって言って。そう、煽ったんだっていうことあるんだよな。なんかみんな無言で止まってるけど、どうして、何やってんのかなって言ったら、あ、いますっつって。もう鈴木くんはね、すぐオーラ消しちゃうから、はい、そうなんですよ。歌、まあ、ステージ上ではオーラ、まあ、ありますよ、ちゃんと。めちゃくちゃ。ステージ降りた時の急にね、そのスイッチの切り方が上手なんだよね。街の溶け込み方半端ないよね。半端ないから、鈴木くんは。学びたいです、本当に。もう、本当にね。何なんだろうね、これ。才能ない人ですな、これ。そうね。うん、あの、本人別に意識してないけどね。残念ながら無意識、ね。無意識なんだよね。はい。ライブといえば、先日、グレートさんが組んでいるバンド、はい、うん、オーバーオールズのね、初ライブがありましたよね。それを言ってくれるっていうのはまたすごいですね。三宅さんお喜びしてくれると思うんですけど。はい、今、あの三宅慎二さん、はい、石塚さんと、あとドラマのケニー・モズレーさんとも、ね、そうですね。みんな裸にオーバーオールでステージに行って。ひどいね。そう、三宅さんが裸にオーバーオールでちょっといいのかなと思って。本当だよ。で、大丈夫ですかって言ったの、俺。俺がやろうって言ったわけじゃないんだよ。もちろん裸じゃなくても。言ったんだけど、いや、裸の方がいいでしょって言って。あの曲ってなんか別にオーバーオールにまつわる曲っていうわけでもなく、いや、あの石塚さんがそういう曲をオーバーオールで、オーバーオールを着てきた人はっていう名曲を作ってきて、すごく、なんか大喜利みたいな。オーバーオールで一曲みたいな。一曲みたいな。そう、そういうの感じで作ってきていただいて、レコーディングまでしちゃいましたからね。あ、そうなんですね。一回のリハでレコーディングして、まあ、どうするかわからないですけど、三宅さんが何を考えているのかは、そう、楽しかったですね。初ライブもすごい手応えがあり。そうですね、リハないところで、フラワーカンパニーズのカバーも一曲やらせていただいて。いや、でもあれだよ、石塚さんとかも、初対面だったんだけど、その時、歌詞すごいっすね。聞いてたよ。分かってくれた？ボーカルの人は、が、方が、あの、ハープも吹いてるんですかとかって、そうなんですよ。すごいっすね、って言って。鈴木の噂が最近割と俺の周りで。はい。評価上がってきた？あ、そうです。ここへ来て。ここへ、もうここで、まあ元々ね、鈴木の評価あれだけど、素晴らしいですよ。石塚さんとか三宅さんと飲んどるときにそういうこと言ってくれてる。あ、じゃあ言っときますよ、って言って。本当？うん。これ波来てますね。波来てるの？本当です。本当？うん。行くべきかな、今俺。なんか新しいこと始めるべきだよ。おー、なんか新しい事業か。なんか、事業じゃねえけどね。ほんと、立ち上げようかな、何か。鈴木くん、やっぱすごいねっていうことをね、言われることが最近ほんと多くなって、まあ本人にも言ったり言わなかったりなんだけど。はいはい。嬉しいですね。嬉しいですね。そう、周りにしてみたいなと思って。なんか、なんとなくこのタイミングで。そうした時に鈴木がどういう歌詞を書いて、くれるかなっていうのも期待もすごくあって、まあやっぱりどんどん新しいものを取り入れたりしながらやっていくのが、はい、すごくいいことだと思うんですけど、そうやってやってきたんだけど、ちょっとそこにも、なんか、行き詰まったところっていうか、それじゃなく、生身のも本当に今の鈴木圭介、別に背伸びもしない、なんか歌詞が出てくると面白いなと思ってて、それで、とにかく、まあ4人だけでやってみようって言って、作ったアルバムなんで、やっぱりそうしたら、こういいところが出てきたよね、やっぱり。アルバムタイトル、ロールオン48の数字は、メンバー全員が今年48歳だからですね。そうなんですよ。今年48になるということで。ちなみに皆さん、鳥年で、年男と、はい、私も鳥年で、年女なんですよ。そうなんだよね。そうですよ。なるほど。そうだ。すごい、ちょうど、ハーフってことだね。あ、ちょうどハーフですね。どういうこと？半分だよ、俺たちも。ああ、そういう意味、ね。そういうことだね。はい、どういう意味だと思うんだ、俺に。いや、どういうことだろう、これ。あ、半分ね。そこ、ハーフと半分って意味か。あんだけ今評価高いんだから、今のだいぶ評価下がるよ。そうね。そうそうそう。急に言われちゃうとさ。そうか、取り年なんだね。はい、なんか勝手に嬉しいです。嬉しい、嬉しい。なのが。僕らも嬉しいです。嬉しい。年齢の話で言うと、はい、5曲目にノーヤングという曲があります。はい、昨日よりも若くと歌っていた、ホップステップヤングの頃に比べると、はい、やはり若さに対する捉え方も変わりましたよね。そうですね。若さ、年齢に、やっぱり、僕は過剰に反応するかもしれないですね。元からそれだもんね。学年とか。ちっちゃい頃の1歳、2歳、
の違いは大きいじゃないですか。はい。でももう、年取ってくると、そんなに関係なくなりますよね。そうですね。あの年齢差って。うん、そこに必要にこだわり続けるというか。こだわってるんです気になっちゃうというか。まず年齢を、初対面の人にまず年齢を聞かないと、はい、自分のその、立ち位置をどうするかっていうのを年齢から行くんですよね。結構なんか上下関係厳しいところにいたんだ。いや、あの、全然、そうではないです。とかなんかそうではないですけど、そうではない。単純にその、話の持ってき方として、あの全然自分がしてる話が響かない世代だったらどうしようみたいなのがあったりするじゃないですか。ジェネレーションギャップとかもありますもんね。ん？ジェネレーションギャップとかもありますもんね。そうそうそう。なんで一回で今の聞こえてないわけじゃないんだから。今ね、ちょっと時空が歪みましたよね。あのね、横文字に弱いんだよね、今分かったけど。ね、英語急に来ると一回考えちゃうんだよね。そう。変換するのちょっと時間かかるんだけど、前もって今から英語出しますっていう感じですけど。そうですね。バンドのリアルですよね。そうですね。はい。なんか今の時代って転んだり、こう失敗しにくいなんか状況も多いような気がするんですけど、いかがですかね。あれかもしれないですね。あの、すぐなんかこう、足の引っ張り合いみたいなね。そんな感じが、一回なんか失言とか、失敗しちゃうと、みんなで叩いちゃうみたいな感じはあるかもしれないですね。なかなかだから、失敗しづらいとは思うんですけども、まあこれぐらいの年になってくると、はい、後悔もね、いいもんだよと。無理やりこう、こじつけなくちゃやってられないっていうところもあるんでね。そうね、無理やりかもしれないけど、そうね。まだ若い時は、後悔のない、悔いのない人生を、みたいな、ね、言うじゃないですか。はい。でも、僕らもこれぐらいの年になってくると、そんなことありえないんだっていう、じゃないのっていうふうになってくると、はい、後悔の積み重ねがあった方が、より良い、あの、優しい人になれるんじゃないかなっていう。先生みたいだね。いやー、めちゃくちゃ。ザリマチ先生みたいな、ね。どこかの先生みたいな。本当に、ダイレクトに影響を受けてます。はい、いやいや、本当、いつもなんか人生の勉強になる言葉をいただきます。本当ですか？はい。本当、指標となるような。本当ですか？すごいな、鈴木くんのこの評価、うなぎ登り。やばいな、俺本当に今。見失いそうだな。見失わないでください。この年にして自分を。見失っちゃう。フルアルバムとしては、およそ2年7ヶ月ぶりのリリースとなりますよね。はいはい、自主レーブルからのリリースで、前のアルバムでは共同プロデュースの曲もありましたが、はい、今回は割と4人で作ったという感じでしょうか。はい。そうだね。完全に、あの、ディレクター不在で、プロデュースで、っていうよりも、ディレクター不在で、レコーディングしてみたいなと思って、なんかなんとなくこのタイミングで、はい、うん、そうした時に鈴木がどういう歌詞を書いてくれるかなっていうのも期待もすごくあって、まあ、やっぱりどんどん新しいものを取り入れたりしながらやっていくのが、はい、すごくいいことだと思うんですけど、そうやってやってきたんだけど、ちょっとそこにもなんか行き詰まったところっていうか、それじゃなく、生身のも本当に今の鈴木圭介、別に背伸びもしない、なんか歌詞が出てくると面白いなと思ってて、それで、とにかく、まあ、4人だけでやってみようって言って、作ったアルバムなんで、やっぱりそうしたら、こういいところが出てきたよね、やっぱり。アルバムタイトル、ロールオン48の数字は、メンバー全員が今年48歳だからですね。そうなんですよ。今年48になるということで。ちなみに皆さん、取り年で、年男と、はい、私も取り年で、年女なんですよ。そうなんだよね。そうなったらいいなって。フラワーカンパニーズから、こちらのお二人にお越しいただきました。お名前お願いします。はい。ボーカルの鈴木圭介です。よろしくお願いします。はい。ベースのグレート前川です。よろしくお願いします。お願いします。番組は去年の3月以来になります。はい、お久しぶりです。ありがとうございます。またお会いできて光栄でございます。こちらが嬉しいですよ。およそ1年半ぶりになりますが、はい、最近番組で皆さんの話が出たことがありまして、はい、忘れらんねえよのボーカル&ギターの柴田さんにお越しいただいたときに、はい、フェスやライブでフラカンさんの名曲、はい、真冬の盆踊りが盛り上がるので、はい、勝手に借り続けているというお話を、そうなんですよね、はい、聞きまして、うん、噂はよく聞いてます。この間あの目の当たりにしたしね、はい、あ、そうだ、うん、この間一緒になって、
あ、やってんな、やっぱりって言って、うん、割と上手に使ってんなと思って。そう。いや、もう改めて皆さんの懐の深さを感じたんですけど。いや、ただ一言言っておきますけど、はい、貸した覚えはないんですよ、ね。勝手にね、使ってるだけだから。彼が。貸した覚えはね、うん。貸した覚えないんですね。直接言われたことないですね。あ、そうなんですね。はい、これはちょっと大問題ですね。まあ、大問題にしてもいいんですけどね。まあ、出るとこ出てもいいんだけどね。でもやっぱ優しいから、いやいやいや、すごいですね。もうね、嬉しいですよ。うん、嬉しいですね。何でもそれ扱ってくれて。それは。柴田さんも今の言葉で救われたと思います。ええ、まあまあ、直接だったら言ってやりますけど。はい。大変だ。そして最近新しくなったアーティスト写真拝見したんですけど、はいはい、本社の前にね、立つ4人のお写真なんですが、はい、少し凹んでいる部分があったり、ありますね。これはリアルに使ってる移動車ですか？そうですね。もう長く使ってる機材車で。何年くらい乗られてる車なんですか？もう10年近いですね。しかももう何代目かですよね、移動車。8代目なんですよ。うわぁ、やっぱ歴史が。8代目で、これは新車で買ったので一番長いですよね。ライブの移動もたくさんあると思うんですけど、移動中って何をしてることが多いですか？まあ、それぞれだけど、鈴木くんは何やってんの？僕は音楽を聴いたり、はい、寝たり、はい、音楽を聴いたり、はい、って感じですかね。本読まないの？本はね、本も読むんですけど、はい、昼間しか本は読めない。そうですよね。夜になると。車内灯を僕らの機材車はつけないっていう基本的に。目が疲れてしまうので。だからそれぞれ見るときは懐中電灯みたいな。はい。鈴木とかその額にさ、懐中電灯みたいなのつけて。やってたやってた。一時やってたじゃん。本当ですか？本当にやってた。やってて。すごいなこれと思って。そんなに本読みたいんだと思って。そう。僕のことを考えちゃう。ど真ん中にいるときに。その幸せど真ん中を。素直に楽しめないタイプっていうか。幸せの時に全部そう感じるっていうことは、うんうん、悪い時にはどっちに考えるの？悪い時はより悪く。あやー、うん、あー、救われないですね、ちょっと。闇が深いかもしれない。闇が、鈴木の闇。闇じゃないんですよ、ね。闇じゃないんじゃないかな、そう、意外にだから、あれですよ、こう、そう思われがちですけど、うん、浅はかな人間ですよ。ね、すごくペラペラっていうか、うん、ペラペラだからこそそういう想定しちゃうんじゃないですか。本当の闇を知ってる人間はそんな想像しないと思いますよ。もう達観しちゃうってことね。達観しちゃう。そんな、うん、うん、そんな感じがしますよ。うん、4曲目の手のひらや6曲目の花のようでしたのような不器用なラブソングもグッときたんですけど、はい、男性から見て弱っている時にふと思い出してしまうような女性ってどんな人ですか？いい質問だね。弱ってる時か。割と多いでしょ、弱ってる時。そんなことないか。ほぼ弱ってる。ほぼ弱ってます、僕は。調子いい時は少ないですよね。思い出すというか、はい、そんなに忘れてないですよね。あ、かっこいい。別に未練があるとかそういうことじゃないんですよ。はい、僕そう思われがちなんですよ。なんか歌詞の感じからそういうずっと未練をずっと残して生きてる人なんだろうなと思われがちなんですよ。意外に僕ね、そう思われがちなの。意外に僕そこは、あっさり次に行くし、物に対する思い入れとか、まあ、俺全然ないですよ。もう断捨離ガンガンですよ。もう捨てちゃいけないものまで全部捨てちゃう。もう昔のアルバムとかもびっくりしたら捨ててましたもん。ないなと思って、なんでないんだろうと思ったら捨てちゃったんですよね、多分。ないってことはな。引っ越し入ってあるじゃないですか。はいはいはい、引っ越しの時って気持ち入んないんですよ。なんかね、全部捨てたくなっちゃいますもんね。断捨離みたいなガーってなって。うんうん、過去に対する思い入れが、どっちかって言ったら僕よりリーダーの方が、まあね、ある強いと思う。そうだね。そうだね。うん、でもまあ、その鈴木の言ってたっていうか、よく男のありがちなさ、うん、好きだった女の子とか付き合ってた女の子の、は絶対忘れんだよね、男の人は。忘れがち。忘れない。で、やっぱり、そういう歴代の、歴代の。みんな人数言えると思いますよ。両思いになった人の。歴代の、このところはやっぱり、ことあるごとに思い出したりすることは確かだと思うんだね。なんか男性はフォルダで分けるって言いますもんね。女性は上書きで。そうそう。でもそれは間違いないと思う。やっぱ女の人はね、そういうこと、
何にも思ってないんだよ、だから。多分、こっちが昔の彼女とか、多分、元気でやってるかなとか、俺のことどう思ってるのかなって思っても何にも思ってないんだよ、向こうは。聞くようでも。寂しいね。寂しいね。だから、本当って寂しいなと思って。だって、こっちはこんだけ思い出してるのに、あっちは全然俺のこと思い出してないのと思う。名古屋ダイヤモンドホール。さらに、フラワーカンパニーズワンマンツアーロールオン48。10月21日土曜日、石川県金沢アズから、来年3月10日土曜日、東京赤坂プリッツまでとなっております。その他の情報など、詳しくはオフィシャルのホームページをご覧ください。それでは最後にお聞きの方にメッセージをお一人ずついただいてもよろしいでしょうか。はい、ね、やっぱアルバムを、ロールオン48、聴いてください。で、ライブに、まあ、ぜひ一度来てください。はい、ありがとうございます。まあ、ずっと散々この放送でも言ってるんですけど、うん、最近の鈴木の評価がちょっといろんなところでいい感じなので、はい、鈴木がこの話を聞いてどう変わるかっていうのも僕自身も楽しみなんで、それを、まあ変わるって変わらなくてもいいんだけど、うん、その鈴木の姿をちょっと見てもらいたいんで、ぜひ、まあツアーだね、ね、うん、ライブに来てください。ありがとうございます。今夜のゲストは、フラワーカンパニーズのボーカル、鈴木圭介さん、ベース、グレート前川さんにお越しいただきました。とっても楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。不幸キャラみたいなのが染みついちゃって、そう、そういう思われがちなんですよ。それなりに幸せなんですよ、僕はずっと。全然違う。そこはですね、違う。なんかもう、なんか生きやすいね、こう世界になったらいいなって。そう、生きやすいですね。生きやすい。思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、優しいお言葉で。それでは、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からもう一曲お届けしたいと思います。はい、では、曲紹介お願いします。はい。フラワーカンパニーズで、ピースフル。ミュージックラインお送りした曲は、今夜のゲスト、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48から、ピースフルでした。もう、現代に生きる私たちには、ぐさぐさ刺さりますし、美しくエモーショナルに開けていく展開に心が震えました。こちらもいい曲ですね。ありがとうございます。やっぱりもう名曲しかないですね、アルバムも本当に。本当ですか？はい。舞い上がっちゃって大丈夫？いやいや、本当に深みがやっぱり全然違うなと思って、本当ですか？心して聴きました。今聴いてもらったね、ピースフルのサビの部分っていうか、バンって演奏がブレイクして、はい、閉じれば閉じるほどっていうのは、なかなか、なんか、すごいこと言うなと思って、はい、あの曲作ってきた時にね、面白いなと思って。この展開なかなかないですよね、歌詞の展開も。そろそろお時間となってしまったんですけど、はいはい、ここで今後の予定をお知らせいたします。はいはい、フラワーカンパニーズアコースティックワンマンツアー、フォークの爆発2017、座って演奏するスタイルです。あ、すごい親切ですね。9月9日土曜日、福岡住みで。そんなこと一回も言ったことないもん。でもよく そうやって言われるんですよ。ね、言われがちだよな。鈴木さんには幸せになってほしいって言われる。よく聞く、その耳、その言葉よく聞くもん、俺。あとなんかその、僕が、あの、不幸せの時の方がいい歌ができるとか、だから幸せになっちゃいけないよとか、それもよく言われる。いやいや、そりゃ、それは人間人としておかしいじゃない。それ生まれてきちゃいじゃん。みんな幸せになりたいと願ってね、生きてるのに、あえてそんなね、不幸せの道は選びませんし。その二つの言葉よく聞くね。聞く、よく聞く。そうするとなんか、不幸キャラみたいなのが染みついちゃって、そう、そういう思われがちなんですよ。それなりに幸せなんですよ、僕はずっと。全然違う。そこはですね、違う。なんかもう、なんか生きやすいね、こう世界になったらいいなって。そう、生きやすいですね。思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、優しいお言葉で。それでは、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からもう一曲お届けしたいと思います。はい、では、曲紹介お願いします。はい。フラワーカンパニーズで、ピースフル。ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、フラワーカンパニーズのニューアルバム、ロールオン48からピースフルでした。もう現代に生きる私たちにはぐさぐさ刺さりますし、美しくエモーショナルに開けていく展開に心が震えました。こちらもいい曲ですね。ありがとうございます。やっぱりもう名曲しかないですね、アルバムも本当に。本当ですか？はい。舞い上がっちゃって大丈夫？いやいや、本当に深みがやっぱり全然違うなと思って、本当ですか？心して聞きました。
うん、今聞いてもらったね、ピースフルのサビの部分っていうか、バンって演奏がブレイクして、はい、閉じれば閉じるほどっていうのは、なかなか、なんかすごいこと言うなと思って、はい、あの曲作ってきた時にね、面白いなと思って。この展開なかなかないですよね、歌詞の展開も。そろそろお時間となってしまったんですけど、はいはい、ここで今後の予定をお知らせいたします。はいはい、フラワーカンパニーズアコースティックワンマンツアー、フォークの爆発2017、座って演奏するスタイルです。あ、すごい親切ですね。9月9日土曜日、福岡住吉神社能楽殿から、10月6日金曜日、東京キネマクラブまで、そしてフラワーカンパニーズプレゼンツドラゴンデラックス2017、10月14日土曜日、名古屋ダイヤモンドホール。さらに、フラワーカンパニーズワンマンツアーロールオン48。10月21日土曜日、石川県金沢アズから、来年3月10日土曜日、東京赤坂プリッツまでとなっております。その他の情報など、詳しくはオフィシャルのホームページをご覧ください。それでは最後に、お聞きの方にメッセージを一人ずついただいてもよろしいでしょうか。はい。ね、やっぱ、